皆さんこんにちは。来ているうちに楽しいことを好きなことを同世代応援 YouTuber かずみです。インカメです。あとね、固定ができる、台を見つけたので、今ちょっとインカメでやってみようと思います。そして今日やることは、このね、アニマルポットに寄せ植えです。実はこのアニマルポットはお風呂で使うなんですよ。でね、あ、ちょっと汚いですね。で、この体験教室をねしてたんですけど、次からちょっと体験教室が変わるので、なので、全部寄せ植えをしてみようかなと思います。本当はね、こういうタイプの、このクジラさんタイプのみたいなやつですね、こっちの方が多分植えやすいわ。このタイプとか、あとはね、このペンギンさんタイプですね。こっちのタイプはね、長いやつがいいと思います。ちまちまにはあんまり向かない。なのでこういう丸いタイプね、最初に水を入れると植え付けやすくなるので、ちょっとね、そこをちょっと待ってください。入れ物を持ってきます。この机なので、これをすると見にくくなっちゃう。もしかすると、あ、そんなこともないかな。これならば、まあ、心置きなくこう水がかけられるので、すごくね、眩しくて見えないんです。まあ寄せ植えの仕方はね、皆さんも一緒だと思うので、ガチャッとこう寄せ植えしながら、まあ、雑談じゃないですけど、まあ、いろいろお話がねできたらと思います。で、たくさんあります。ちっちゃいのはね、このヒデさんのタイプ。はい、まあ、どこで買ったかっていうのはね、もう言わずとも、あ、これ見たことあるって思われると思います。これをね、頭と底を振り向いて鉢のようにするんですよ。でね、ちょっとした初心者の方の寄せ植えに使ったりしています。これぐらいかな。下までたっぷりと通るように水を入れます。で、今日はもう水をセラムになります。はい、こんな感じで朝から、はい、こんな感じでね、なんかサラダもりもりのような感じで朝から取ってきました。ほとんどセラムです。受けるこっちで、ここはこのままでしようかな。で、まあ適当にね、自分の好きなように長さとか切ってしていったらいいと思うんですけど、できるだけ真ん中にね、一つ先に置いてもらって、キュッてつまむ時というか挟む時はこんな感じでね、平行に持ってもらって、平行にね、ここ映って、あ、映った、こんな感じで、もう平行じゃないのかな、この、まあ、平行ですよね。ピンセットに平行に持っていただいて、このままズボッと刺します。そして軽く頭を押さえて、スッとピンセットを少し離して、スッと持ち上げると、こんな感じでね、綺麗に植えられると思います。あとはね、もう自分の植えたいもの、色などを見て、こういうふうに刺していったらいいと思います。だいたいね、植えられる種類は5種類から6種類ぐらいですかね。ここですと、このポットの大きさですと、こんな感じでね、頭に毛が生えたみたいな
あまりちょっと増えていないんですが、パープルフェイスも取ってきました。ちまちま寄せにはね、いいと思います。でね、パープルフェイスは、この、葉っぱがね、もうポロポロと落ちるので、本当に軽くそっと、入れてあげる感じでいいと思います。これもね、パリダムなんですけど、これもパリダムなんですよ。肥料とか土の加減でね、全然、色が、違うんです。色味がねやっぱり違うんですが、こんな感じで、これねちょっとうっすらピンクになってるんですけど、大量にね植えてあるところは培養土で植えたので、こんな感じでね緑じゃんね。でね、ここに合うものをちまちまと寄せ植えしていくのですが、結構ね、集中力がね、欠けてしまいます。よし。これぐらいでいいかな。多分根が今春なので、早いと思います。多分ね、2週間ぐらいで根がつくと思うので、今ね、もう一つ寄せ植えのポットを、委託先にね、持っていこうと思っています。2回ね、もう1週間ぐらいしたら。で、さらに1週間したらこれが根がつくので、さらに1週間したらこちらの方を、行こうと思っております。はい、次々と可愛いでしょこのポット。またね、作り方とかはその都度というか、その都度その都度、またその手元にね、するときですね、これをね加工するときに動画にしていきたいと思います。そしたらね、こういうふうに先端ね、私の方が見えてない。この先にあるものを取って、こう少しね、こう植えられる部分を出してから。すいません、固定がね、どうも怪しいです。こういうの使ってたんですけど、このね、ここがね、めっちゃなんていうのかな、閉まるのがきつすぎて、10分おきぐらいに外れてしまうんですよ。押し出されて。ちょうどね、私携帯の枠にゴム製のね、カバーをつけているので止まるかなと思ったんですけど、やっぱりね、ちょっとこの大きめの携帯なので、今まで使っていたこの固定のねするやつではちょっとね小さすぎるみたいです。押し出されてバカンと外れてしまいます。なのでこれ今からまたね片手になるんですけど、こういう風にね、先端の方にこう茎を出すようにして植える方が安定があります。そして、できるだけ切る時にはこのね、節と節の間から根は出ていくので、その節のねところが土につくぐらいに埋めてもらった方が根が出やすいと思います。これからね、良い時期になってきましたので、皆さんもね寄せ植えとかね、チョンパとか葉差しとかね、皆さん頑張ってやっておられると思います。それではね、とりあえず一つずつ30個ぐらいあるので、今から全部寄せ植えをしていきたいと思います。ああいうふうにね、1個セダムじゃなくて1個エキベリアも植えてもいいかなと思っていますので、仕上がりまた待ってくださいね。はい、寄せ植え完了しました。こんな感じでセダムばっかりですけど可愛いです。邪魔くさいんで、ここブロンズ姫だけさしてあります。まあ自分用にしようかなっていう感じです。はい、さて毎日いいお天気です。明日もなんか天気で、木曜日からちょっと下り坂になるらしいです。で、この後は、制作ですね。制作して、明日はね、ちょっと買い物に行ってこうかと思います。明後日がね、また仕事始めになります。2年ぶりかな。2年ぶりにお仕事を再開いたしますので、その前にね、買い物だけちょこっと行っとこうと思っています。仕事してするようになると毎日の投稿も時間がまちまちになるとは思いますけど、頑張って
ショート動画になるかもしれないし、まあ、普通の動画もできるかもしれないし、ちょっとねランダムにはなりますけど、頑張っていきたいと思います。チャンネル登録者様、皆様ありがとうございます。そしたら、今日は多肉ごと寄せ植えでした。でセンペルがねなんかムキムキとなんか伸びてきてるパイナップルみたいになってきてる。はい、それでは今日はここまでになります。いつもね変わらぬ動画なんですけど、もうちょっとね頑張っていろんな、ね、動画撮っていきたいと思っています。それでは皆さんさよなら、バイバイ。